くりした。何してんの。うわうわうわ、セット。今日の日ということで、はい、こちらコンタクトに、はい、目薬をお誕生日プレゼントで持ってきたんで、ありがとうございます。瞬間スッキリ最高級の清涼感。嬉しい、ありがとう。はい、両方おめでとうございます。ありがとうございます。マジでびっくりした。やばっ。あー、はいはいはい、やばっ。よかったよかった、ありがとう。おめでとうございます。ほんと、うわ、やばいね、これ。びっくりしたよ。どうはい、はい、ということで、はい、もう本当に僕このためだけで来たんで、もうそろそろ帰ろうかなと。はいはいはい、帰っちゃうの。はい、もう本当にイベントやらない。いや、それはやらない。やらない。もう本当にね、僕自分で連絡したんですよ。嬉しい。せっかくなんで、ゆうせいが誕生日ということで、スケジュール見たら、ゆうせいイベントをやってるということで、はい、ちょっとこれはサプライズしに行くしかないなと。マジか、超嬉しい。お兄ちゃんもゆうせいの誕生日盛り上げないかなと思って。うわー、マジか。やってきました。ありがとうございます。どうですか、今年はどんな一年にされるんですか。今年はファンタスティックス、今からホールツアーね、あと2公演残ってますけど、はい、6月10日を10日と11、7月には大阪で、アリーナでついにね、ライブができるということなんで、どっちかもしたいと思います。頑張ります。全員で、はい、頑張ります。よろしければ一緒に写真撮ってられると思いますか、ね、写真、あ、いいですか、僕も一緒に。やった、おめでとう。ありがとう。何歳になったの。26歳になった。26歳になっちゃったんだ。おめでとう、大きくなったね。よかったよかった。はい、写真撮りますか。撮りましょう。はい、メッセージを書いて、まずこうメンバー全員には渡すことが無事に、できました。はい、何かコメントとかはいただきました。がすごく豪華だなってまず言ってもらえて、まあ、本当にちょっと分厚いので、うん、でもこうどのシーンを見てもなんだろう、優勢らしさがすごく出てていいってみんな言ってくれるし、何よりこう本当にまず渡した瞬間にみんなバーって見てくれてたんで、それがすごく嬉しかったですね。はい、うん、なんか最初は分厚すぎて攻略本を渡されてるんじゃないかなと思うメンバーもいたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、でも本当に、ね、メッセージもみんなちゃんと読んでくれて、嬉しかったですね。